コスモスベリーズ。コスモスベリーズ株式会社は本社を愛知県名古屋市に置く家電販売のチェーン展開を行っている会社である。キャッチフレーズはずっとあなたの電気係です。各店の個性を殺さずに経営を維持するという方針と個々のオーナーが知恵を出し合うという豊坂家電創業時からの協業という考えから主にボランタリーチェーン。 v C 方式を採用している。店自体の看板を変える必要はなく、仕入れや売上などのノルマは強制されない。ただ、メーカーとの二丁愛の取引となるため、系列店は、系列以外の商品でしか仕入れることができない。これは、コスモスベリーズが、メーカーの系列政策との共存を掲げているためで、ある。また、主に商品仕入れの際に、山田電機が持つスケールメリットと、 小回りが効く等の地域店が得意とするスモールメリットの融合を図っている。コスモスは山田電機の FC 事業名であり、ベリーズは豊坂家電が主催する FC ショップ名である。会費が月1万円でありながら多様な販促や情報提供がなされているのが特徴である。営業情報、定番情報、売価、原価等の情報提供及び、 各店のサポートのためにウェブシステムである BFC ネットが提供されている。変化する情報に対応するため、ウェブ上では情報がリアルタイムで提供され、主要メーカーの在庫確認及び商品発注も可能である。FC 店契約の場合、POS を導入するため、商品発注は POS で行う。なお、PC 環境を持たない店舗でも、ファックスやブックレットを使った 情報提供がなされるが、随時 BFC ネットに切り替わっている。山田電機の物流システムを利用するため、比較的安定した商品供給がなされる。通常、商品の配達は3日後となるが、メーカー発注の場合は、納期が早くなる。物流費用は、離島を除き、原則、本部負担である。また、山田電機本体で取り扱わない代金や、 ビーバーエアコン、三菱重工業、電材商品などのメーカー商品も、コスモスベリーズ本部経由で取り扱いが可能である。商品が支給必要な場合は、近くのテックランドに在庫があれば、それを利用することができる。さらに、山田電機のネットワークを利用した、全国真心配達という配送システムも整備、されている。主に、毎月各店に100部無償配布される、 おすすめ、セレクションというチラシがある。B に見開きのチラシで、売れ筋商品から、独自にセレクトした商品を掲載してある。また、山田電機オリジナル商品に特化した、超おすすめ特選品チラシ、A4 サイズのパンフレットで22から 24P で、年4回発行の期間し、特選品カタログ、井戸端会議や B4 サイズで、 ウレス受賞品に特化したお買い得品チラシがある。その他にもエコキュートを中心とした重説チラシやソリューション関係のチラシなどがあり、カタログ類も各メーカーから取り寄せてもらえるようになっている。他の量販系や独立系が統一ブランドでのチェーン展開を行うのに対してコスモスベリーズでは複数のストアーブランドでの展開を行っている。実際には FVC 店と FC 店はコスモスベリーズとして扱われる。また、電気のダイナマイトについては看板はそのままである。また、これらは FC と VC の二つの事業性に分かれる。現在、主に展開している形態である。上記の通りに超愛取引で VC 方式を採用している。加盟店の多くはこの形態のチェーンである。主要取引メーカー以外で、 他メーカー反社、電材会社、インターネットなど、商品の安定供給や価格面で不安定な場合があるが、これらの部分でコスモスベリーズを利用してもらうという発想でる。加盟店の中には、商品供給のほか、価格の面でメーカーと折り合いがつかず、BFC 一本でやっていく店が現れている。そのため、コンバイ店扱いとなり、事実上人調和取引となる。また、 BFC の加盟店同士でグループを結成して活動している店もある。この BFC のシステムは業界にも大きな影響を与えた。シャープはこの BFC 方式を採用し、シャープバリューパートナーグループ SVPG という新しいチェーン店展開を始めている。一人事業者の略称で、いわゆるテンポレスのシステムである。他店。 特に他社 FC の大型店での家電販売を経験した人が数多く参画している。また、近くの BFC の店舗やテックランドから商品を供給してもらうようになっている。かつては CSC、コミッションセールカンパニーと呼ばれていた。BFC のシステムをさらに発展させ、ポスを導入し、一兆円の取引としたシステムである。月一万円の会費のほか、 ポス使用量が月2万円とロイヤリティが発生する。このことは他社 FC も同様である。ただ、メーカーに対しては山田電機の店舗として扱われるようになり、さらに BFC より多くの販促物や商品が扱えるようになる。その他に在庫保証なども受けられるようになる。上記の通り BFC をベースにしたシステムなので FC 方式で 小型 FC 並びにローコスト FC という位置づけである。システム的には VC 方式に近い。旧と坂家電時代から展開されているシステムで、文字通りフランチャイズとボランタリーの両者の長所を組み合わせたシステムである。これらの店はレギュラー店とも言われている。元はコスモスヤマダ電機としてヤマダ電機が展開していた FC 店で、 山田電機の FC 事業撤退により、コスモスベリーズに移管された店である。現在では、他社 FC から移る店が増えている。システムが非常に似ていることから、アトム電機との比較がなされることがある。しかし、アトム電機は FC であり、コスモスベリーズ、BFC は VC である。アトム電機の場合、仕入れ、反則、情報といったノウハウを、 フランチャイズパッケージとして提供し、毎月フランチャイズ料を徴収するという形をとっているが、コスモスベリーズは、協業の考え方から、このようなフランチャイズパッケージ方式をとってはいない。商品の取り扱いについても、アトム電機の場合、一般家電のほか、エアコンや充設商品をメインに取り扱うのに対し、コスモスベリーズは、その他に、 パソコンなどの情報商品も直接取り扱っている。なお、アトム電機は本部の方針としてパソコンを直接取り扱わないだけであり、独自にパソコンを取り扱う加盟店は多い。また、アトム電機は直営店として、伊賀店全身の伊坂電機の更新を運営しているが、コスモスベリーズは直営店を運営していない。なお、創業は 両社協1 9 7 1年であるが、出身母体については、アトム電機が山陽バラチェーン、伊坂電機で、コスモスベリーズはナショナルショップと坂さ加減である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。